速稼塾の久保です。いやー、テレビドラマみたいなことが起きております。東京高検の黒川検事長の定年延長問題、こちらの方にですね、検事生の乱というふうにタイトルが上がってます。国民からの信頼が損なわれるということで、ちょっとね、事件が起きているようですよ。これは私たち国民にとってはそうあるべきというね、本当に検察っていうののね、心強さというか男らしさというかね、男らしさって言ったらまだいけないですけども、やっぱこうであるべきっていう姿を見ましたね。どういう内容かと言いますと、まあ概要をね、お話ししますと、この後ろに座っている女性の方がいるじゃないですか。簡単に言うとですね、安倍総理っていうのが、まあ今ね、ちょっと、いろんな容疑がかかっていて、もしかしたらね、逮捕起訴されるかもしれないんですよね。で、そこに来て強引に本当は解釈しちゃいけない法の解釈を、後ろのこの女性がですね、法務大臣森雅子さんなんですけども、この方がですね、法の解釈を無理やり当てはめて、自分の身内のですね、この黒川検事っていうのを無理やり定年延長させて、もしかしたら検事総長に据えようとしてるんじゃないかなと。そして検事総長に据えた挙句、安倍総理にかかってる嫌疑を全てですね、もう不問にするというね、このウルトラシーをやってのける可能性があったんですよ。で、これに関しましては、やっぱ予算委員会でもね、どう考えてもおかしい答弁とかね、いくら追及してもしどろもどろとかで、しまいには人事院とか、もう全然噛み合ってないというかね、もう完全に違法行為をやってるのが、この多分ね、森雅子法務大臣自身も知ってると思うんですよ。自分が悪いことをしてるというかね、無理やり安倍総理のためにそんな口裏を合わさせられているとかね、それから官僚の方も本当に真面目に仕事してるのに無茶な答弁をさせられてとかね、本当痛い目を見てるっていうかね、苦しい思いしてると思うんですよ。で、公文書を偽造してですね、これが証拠ですって出すところまでさせられて、で、ここでですね、衆議院の小川さんですね、小川議員が、これ日付ないじゃないかっていうふうに突っ込んできたのが、まあとどめを刺した感じですよね。で、日付がなくって森雅子大臣がどう言ったかって言ったら、口頭で決裁したとか言うわけなんですよ。口頭で決裁って、もう本当にね、自分で何を言ってるんですかと。本当にね、日本中の弁護士を目指して勉強してる学生さんとかね、弁護士になりたての新人で一生懸命自分の法の解釈、そして法の世界を信じてやってる人の、もう面目を全部潰す行為ですよ。口頭で決裁なんてね、どこの世界で口頭で決裁とかできるもんだかってものなんですけども、まあそういうふうに無理やり法の運用を変えてですね、黒川検事を、まあ、黒川さんをね、定年延長させて、検事総長に当てようとしたその動きにですね、まあ、検事の皆様も怒った。ね。この検事生の方がですね、ちょっと記事読んでみましょうか。すいません。私興奮してね、何言ってるか分かんなくなりましたけども、急な発言で何を言い出すのかと思ったら、黒川検事長の定年延長問題の公然と批判する意見を検事生が言い出した。本当にびっくりしたと、法務省関係者が言われています。東京高検の黒川弘武検事長63歳の定年延長問題をめぐり、19日に法務省で開かれた全国の法務検事、幹部が集まる検察庁、何ですか、長官会談で冒頭のような爆弾発言が飛び出した。森雅子法務省大臣や稲田検総長らも出席したこの会議、すいません、たどたどしくって、その席上には当事者である検事総長もいたということで、役者が揃って立ったわけなんですよね。で、その他、検事として、もう皆さんね、働いてる方ばっかりですよ、真面目に。で、そんなね、インチキな法の解釈なんて誰一人認めない方ですよ。それをですね、森法務大臣がもう検察の面を潰すようなことをしていたのも、ね、本当によく言ってくれたって感じですよ。うん、で、まあこれなんて書いてますかね、森法務大臣が稲田検事総長の訓示や挨拶などがあり、その後日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の逃亡をめぐって、保釈制度など検察運営の論議に移ったわけなんですよね。で、ゴーン被告の逃亡を受けて法律改正が見込まれる中で、その説明がありましたと。そこで意見はないかとの声がかかり、挙手して発言したのが静岡地検の上村、これなんて読むんですかね、正なんとかすみません、検事生でした。
ねえ、すごいですね、法務関係者。で、紙を手にした上村氏は、黒川氏の定年延長を念頭に、法務大臣が発することができる検察庁法で定められた指揮権発動についての条文を読み上げたという、こういうのがあるんですね。私たち全然知らないですね。今回の定年延長のことで、政権と検察の関係に疑いの目が持たれている。もう疑いどころじゃないですよね、これは。誰が見てもおかしいですよ。法律の素人が見ても何言ってんだって話ですよ。三権分立はどこ行ったんだと。これでね、検察が降りるだったら、検察もまあかっこ悪い組織ですよ。国民からの検察に対する信頼が損なわれる。その通りですよ、本当に。検察は不偏不党、公平でなければならない。これまでもそうあったはず。うん、かっこいい。この人事について、検察庁は国民に丁寧な説明をすべきと。うん、説明はいらないですね。だって絶対ダメですからね。こうした趣旨の意見を述べたという。それに対して法務省の辻事務次官は、定年延長は必要だったと述べるにとどまったという。誰かの思惑なんでしょうね。黒川氏はその場では表情を変えずに聞いていたという。その隣には黒川氏の定年延長がなければ、次期検事総長と見られていた、まあライバルですね、名古屋高検の林誠検事長が座っていた。はい。会場は凍りついたようになった。黒川氏は内心は腹立たしかったんじゃなかったのかな。上村氏は林氏に近いという声も内部ではありますからね。ということで、検察のやっぱりね、派閥争いもあったのかもしれません。やっぱりね、自分の上司が検事総長についてくれた方がいいですし、そしてその精神は本当に三権分立、検察は検察、もう内閣は内閣、絶対そのね、忖度なし、もう自分たちの正義を貫く検察ってものを、まあ、ずるなしでね、インチキなしでやりたい、そういうふうな検察魂を持った人で、やっぱね、やっていきたいなってところと、あとは政権のためだったら法を売り渡すようなね、そんな検事総長がいいのかって話ですよね。それに対して、上村氏と司法修正が同期の元東京地検検事、落合博士弁護士はこう話す。上村氏は昔からすごく真面目で正義感が強い、うん、黒川氏の定年延長はめちゃくちゃですよ。検察内部でも定年延長を批判する意見を言う人は多々います。まあ、そうでしょうね。そうじゃなきゃ検事やってられないですよね。今回の検察庁会堂で黒川氏批判の意見を述べたことは上村氏らしい、黙っていられなかったのだと思いました。まあ仲間もたくさんいたんでしょうね。後押しするような。で、上村氏の言ったように、検察の信頼が失われているのは事実ですよ。そういう意見に検察は耳を傾けてほしいと思いますね。それと同時に、意見した上村氏が左遷されないように願うばかりですと。安倍官邸が関与した黒川検事長の定年延長が、検察の統率を崩し始めているということで書いてますけども、安倍総理がね、ちょっと余計なことするんで、検察もなんかもうめちゃくちゃになりそうですよ。うん、だから検察はね、自分の城をしっかり守っていただいて、で、まあ、安倍総理、安倍官邸にはね、毅然としてほしいなとやっぱり思いますね。ANA のクラウンホテルももうね、なし崩しになってしまいましたし、それからいろんなものがね、忖度をして、もうね、官僚もやりにくいと思いますよ。むちゃくちゃな答弁させられて。辻褄合わせばっかりでね。で、そこに来て、最後の砦は、やっぱり三権分立をしっかりと守る検察であったのかな、というふうに思いたいかな、というところですね。いやー、このね、事件はね、結構、令和2年の、大きな、まあなんかね、メモリーになりそうですね。映画になるんじゃないですかね、これはね。さあ、どうなるでしょうか。やっぱり、安倍総理がね、精一杯自分の我を通すために、またね、いろんな力を使ってくるのかな、と。脅しだとかね。わかんないですけどもね。わかんない。ドラマみたいですね、本当にね。まあ、私たちは何もできないんで、こうやって見てるだけですけども、本当にね、こういうふうな検察の中に、こういうふうな、真面目な人がいてよかったなと思います。まあ、黒川さんも、どういう人なのかわかんないんでね。わかんないんで、私の評価なんてのは、まあ、当てにならないですけども。皆さんどう思われるでしょうか。私はまあ、なんかね、予算委員会を見ていて、これでいいのかと思ったんで、もしかしたら、検察は検察の魂を守ってくれるんではないかなというふうに期待しているところでございます。まあそれではね、失礼します。まあ隠居してますんで、私がね、どうこういうことではないですね。失礼します。